はいどうも皆さんこんばんは。お久しぶりです。チームセクシーのトーヤです。今日はね、我がチームのうっさんの誕生日ということでね、うっさんが僕といた時に初めて撮ってあげた踊ってみたのこの曲を歌いたいと思います。甘くて幸せなことを隠し味何にしよう、純粋な乙女心、甘い恋も絡めなくちゃ、切なさ重ねてみるフィール、酸味も積み上げたルート、苦味もチョコレートケーキ、魔法かけた甘い奇跡、さを抑えてビターとかミルクなしのコーヒーとか、甘いだけじゃ大人になれないの、そんなの絶対絶対やだやだやだ、パパパラパパパラパパパパラパラパパ、ねえあげようか甘い罠、空を虜にしてあげる、そんな魔法かけるから、ちょっとだけ待たせてあげるわ。ぶっちゃけあんまり覚えてないですよねこの曲。僕のね、うっさんとの出会いは去年の誕生日、うっさんの去年の誕生日の動画であげてるんでね、皆さんよかったらそちらの方も見てください。まあ、とにもかくにもね、うっさん誕生日おめでとうってことが僕は言いたいわけですよ。まあね、なんでこの曲を選んだんだって言われそうなんですけど、やっぱね、僕の中でもね、うっさんやっぱね、この曲の時が一番光り輝いてたんですね。だから僕はうっさんにはもう一度この曲を今のうっさんで踊ってもらいたいね。ただ一口が足りなくて、愛に飛びたく一旦あって、甘いところなんて見せないわ、完璧に作るもん一人でもでもでも、すげえ間違えるね。いやー、一発撮りだからみんな許してちょんまげ。ねえ気づいてんでしょ、わかってんでしょ、隠し味の恋心、苦味とか酸味とかそういうのたまにはいいわ、いじっぱりでわがままな、そんな甘い魔法使い、yeah, yeah.うさ、誕生日おめでとう。